ガーシー。ガーシーさ。ガーシーは、海外、ドバイ特派員として、国会議員をやってくれてる。そういうふうな捉え方でもいいんじゃないか。いやでもね、ガーシーの歳費がどうこうって言うんだったらね、カワイアンディはどうなるんだよ。お前よ。カワイアンディは、あのまんま、金返さずに、投員もせずに、すっぽ抜けたまんま、しかも詐欺まで働いて、詐欺じゃねえよ、なんだっけあれで、賄賂までやったんだろ有罪判決受けてるのに、 金返さなくていいんだろ。懲罰委員会って言ったら開かれてないじゃないか。ああいう風なね、不公平やめて、河合案理を見逃しといて、ガーシーとかなんかね、やり玉にあげて、何やってんの何やってんだよ。懲罰委員会委員長、胸を、鈴木ネオお前何私は冤罪だとか言って。もし本当に冤罪なんだったら、今誰かに冤罪かけようとしてるんじゃないのか。何やってんだ胸を、何やってんだよ ロシアのプーチンと組んで、北方領土をロシアのものに認めさせたの知らないん違うのかなんか胸をが余計なことするから、こんなことになったんじゃないのか。何やってんだよ。しかも、なんか、誰かと組んで、悪いことしたんだろなんだっけ忘れたけど。とにかく、有罪くらって、ロ屋ヤに入ってたんだろ何が、その犯罪者が、懲罰委員会の委員長だよ。何を裁くんだよ。 誰を裁くんだよ。何やってんだよ。胸を。まあいいや。ガーシーの給料がどうだとかね。こういう時に出してくるんじゃねえよ。まあ、はっきり言って国会議員に金を払えばそれは財政出動と同じだ。だから別に国会議員には無駄だと思っても金どんどん払っていいんじゃないか。なんか、税金で払われてるみたいなね、書き方をするから国民感情を逆なでするけど、国会議員の歳費って税金じゃないからね。 国際発行だからね。誰も出費してないわけだよ。その辺正確に伝えたらどうすか